EOS50EOS50、e、Canon EOS55 は1995年9月に発売された Canon のミドルクラス一眼レフカメラである。1992年に発売され世界初の視線入力オートフォーカス搭載カメラとして注目された EOS5QD に続き視線入力 AF を搭載したマルチモード AF 一眼レフカメラである。 EOS5QD の5点より即拠点が3点と減少したものの、AF センサーの改良によりそのレスポンスは約半分に短縮され、さらに縦1構図での視線入力にも対応した。また、フラッシュを事前に発光させ、通常の速攻に使用されるセンサーで速攻し、メインの発光量を算出する ETTL 自動調光システムを最初に搭載したキ n ノンのカメラでもある。 日本国内では、視線入力 AF 付きモデルのみが発売されていたが、輸出市場では、視線入力 AF を省略したモデルも発売されていた。北米での名称は、e、EOS エラン2、ヨーロッパ、アジア、オセアニアでは、e、EOS50 であった。2000年、後継機 EOS7 の登場により生産を終了した。ありがとうございます。